皆さん、こんにちは。今回は、多くの人々を魅了し続ける女優、飯島直子さんについて詳しくお話しします。彼女の輝かしいキャリアと波乱に富んだ私生活、そして現在の心境まで、幅広くご紹介していきます。飯島さんの人生は、華やかな成功と複雑な恋愛模様が織り交ざった、まさに波乱万丈の物語です。彼女の経験から、私たちが学べることも多いのではないでしょうか。飯島直子さんといえば、1980年代後半からテレビドラマや映画で活躍し、その癒し系の雰囲気と変わらぬ美貌で、長年にわたり多くのファンを魅了し続けています。1968年5月30日生まれの彼女は、現在55歳。年齢を重ねても衰えない魅力で、今なお多くの人々を引きつけています。しかし、そんな彼女も、これまでに2度の結婚と離婚を経験しています。現在は独身生活を送る飯島さんですが、その心境や将来の展望について、興味深い発言をしています。まずは、飯島さんの結婚歴を詳しく振り返ってみましょう。1回目の結婚は1997年。人気バンドチューブのボーカル、前田信輝さんとゴールインしました。当時29歳だった飯島さんは、前田さんとの結婚に大きな期待を寄せていたことでしょう。しかし、お互いの多忙なスケジュールによるすれ違いが原因で、わずか4年後の2001年に離婚することになりました。短い結婚生活でしたが、この経験は彼女にとって大きな転機となったようです。仕事と私生活のバランスの難しさを痛感したに違いありません。その後、飯島さんの人生に思わぬ展開が訪れます。なんと13歳年下の歌舞伎町のホスト B さんに熱を上げるのです。このニュースは当時大きな話題となりました。一晩で500万円使った。2億5000万円のタワーマンションを購入した、など、驚くべき報道が相次ぎました。飯島さんは、B さんにホストを辞めさせるため専門学校へ通わせるなど、徹底的に尽くしたそうです。この時期の飯島さんの行動は、多くの人々に驚きと戸惑いを与えました。なぜ、成功した女優がここまでホストに入れ込むのか。そこには、飯島さんの愛に対する真摯な姿勢が垣間見えます。彼女は、相手のためならどんなことでもする、という献身的な愛し方をしていたのでしょう。昭和芸能。しかし、結局 B さんはひも男状態となり、飯島さんは破局を決意します。この経験は、彼女の尽くす女としての一面を如実に表していると同時に、愛することの難しさも教えてくれたのではないでしょうか。2度目の結婚は2012年、44歳の時でした。1歳年上の会社経営者 A さんと知人の紹介で出会い、友人関係を経て交際に発展。約1年半の交際を経て、クリスマスの日に婚姻届を提出しました。この結婚に際して、飯島さんは、今度こそ幸せになれると大きな期待を抱いていたことでしょう。この結婚後、飯島さんは仕事をセーブし、家庭を重視する生活を送ります。夫の健康を考えてヘルシーな料理を作るなど、ここでも尽くす女ぶりを発揮していたようです。彼女のこうした姿勢は、多くの女性たちの共感を呼びました。仕事と家庭の両立に悩む女性たちにとって、飯島さんの選択は一つのロールモデルとなったかもしれません。しかし、2019年、衝撃的なスクープが週刊誌を飾ります。A さんが、ガールズバーに勤務する39歳の舞台女優と不倫していたというのです。路上でキスをする写真まで掲載され、A さんは直撃取材に対し、否定も肯定もしませんと曖昧な態度を取りました。この報道は、飯島さんに大きな衝撃を与えただけでなく、彼女のファンたちにも深い悲しみをもたらしました。結果として、2021年10月27日に離婚が成立したことが明らかになりました。2度目の離婚を経験した飯島さんの心中は、想像を絶するものがあったでしょう。しかし、彼女は決してくじけることなく、前を向いて歩み続けました。このように、
2度の結婚を経験した飯島さんですが、現在の心境はどうなのでしょうか。2024年2月15日放送の BS 富士、飯島直子さんの今夜いっぱい行っちゃう。では、興味深い発言をしています。私、×2なんですけど、別に私も一人でいいや、独身でいいやって思ったりするんで、生涯このまま独身でって思うんだけど、と語る一方で、幸せな人を見ていると、それもありなのかなって思ったり、そういう気持ちになってきちゃうよね、とも述べています。この言葉からは、独身生活を肯定しつつも、幸せな家庭の姿に心惹かれる複雑な心境がうかがえます。飯島さんのこの発言は、現代社会を生きる多くの人々の心情を代弁しているように感じられます。結婚や家族の形が多様化する中で、一人でいることの幸せと、誰かと共に生きることの幸せの間で揺れ動く人々の姿が、飯島さんの言葉に重なります。昭和芸能。さらに、2023年1月9日放送のフジテレビ、グータンヌーボ2スペシャルでは、再婚について驚くべき発言をしています。じゃあ、80歳くらいでいいかな、と、冗談とも本気ともつかない言葉を口にしたのです。この発言は、結婚という形式にこだわらず、人生の最後の段階で大切な人と過ごすという新しい価値観を示唆しているようにも感じられます。飯島さんの魅力の秘訣は、その美貌だけではありません。彼女は自身の健康管理にも気を配っています。食事は腹7分目を心がけ、毎日朝と夜に体重計に乗ることで変化に敏感になっているそうです。満足した時には8分を超えているからと告白し、20代と比べても体重は1、2キロしか変わっていないとのこと。この徹底した自己管理は、多くの人々の憧れとなっています。さらに、夜10時就寝、朝8時起床という規則正しい生活リズムを保ち、1日10時間以上の睡眠を確保しています。9時半にはお布団に入って、朝8時には起きるという習慣は、美容と健康の両面で大きな効果をもたらしているのでしょう。また、週2回のウォーキングなど適度な運動も欠かしません。1時間歩くことで、心身のリフレッシュを図っているようです。そして、意外なことに、生活に張りを持たせるため女子会でコスプレを楽しむこともあるそうです。この遊び心が、飯島さんの若々しさを保つ秘訣の一つなのかもしれません。年齢を重ねても好奇心を失わず、新しいことに挑戦し続ける姿勢は、多くの人々に勇気を与えています。これらの努力が、50代とは思えない若々しさを保つ秘訣なのでしょう。飯島さんの美しさは、単に外見だけでなく、内面からにじみ出る輝きなのです。しかし、飯島さんの人生は華やかな面だけではありません。2024年3月7日、日本テレビ、デーデーに生出演した際、20代の頃に子宮筋腫と子宮腺筋症に苦しめられたことを告白しています。多忙を極めていた当時、1日に痛み止めを10錠も飲んでいたという衝撃的な事実も明かしました。急にっていうわけでもないんですけど、ちょっとずつ大きくなってきたみたいな。子宮筋腫、子宮腺筋症っていう、女性だったらみんな知っていると思うんですけど、それが年齢とともに成長しちゃったっていう感じでした、と振り返る飯島さん。当時の苦しみが言葉の端々から伝わってきます。さらに、生理痛が、1日痛み止めは10錠ぐらい飲んでいた、朝からずっと飲んでた、本当は良くないですけど痛くてどうにもならないので、と語り、スタジオを驚かせました。多くの女性が経験する婦人科系の疾患について、公の場で率直に語る飯島さんの勇気ある姿勢に、多くの視聴者が共感したことでしょう。治療に専念しなかった理由を問われ、治療の時間がなかったっていうのと、まだ大丈夫なんじゃないかって、あの時は若い時でしたから、と答えた飯島さん。多忙な芸能活動の中で、自身の健康を後回しにしてしまった経験は、現代を生きる多くの女性たちの姿と重なります。病気のこととか、婦人科系のこととか、言わない方がいいっていう風潮みたいなのありましたよね。
芸能人はトイレに行かないみたいな、そんなわけないのにと、当時の芸能界の空気を振り返りつつ、私もそうですっていう感じで言えば、そういうことで悩んでいる人たちも、あ、みんな一緒なんだなって思ってもらえればと語っています。この発言からは、自身の経験を通して他の女性たちを勇気づけたいという飯島さんの思いが伝わってきます。飯島直子さんの人生はまさに波乱万丈そのものです。2度の結婚と離婚、複雑な恋愛遍歴、健康上の苦難、そしてそれらを乗り越えて今なお輝き続ける姿、彼女の経験は私たちに多くのことを教えてくれます。人生には予期せぬ出来事が起こるものです。しかし、それらを受け入れ、前を向いて歩み続けることの大切さを、飯島さんは体現しているのではないでしょうか。また、自身の経験を隠すのではなく、オープンに語ることで、同じような悩みを抱える人々に希望を与える。そんな飯島さんの姿勢は、現代社会に必要とされているのかもしれません。皆さんは飯島直子さんについてどう思われましたか？彼女の人生観や恋愛観について共感できる部分はありましたか？また、飯島さんのように年齢を重ねても輝き続けるために自分で実践していることはありますか？ぜひ皆さんの感想やご意見をコメント欄にお寄せください。他に取り上げてほしい芸能人の話題などがあれば、ぜひお聞かせください。この動画が面白かったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。